主に日本の歴史のことを話すラジオ、略しておもれき。パーソナリティのケリーです。水月です。この番組はただの歴史好きの僕たちが毎回一つの歴史のテーマをもとに雑談する番組です、うん、なお僕たちは専門家ではありませんので内容に関してはご容赦ください。はい。おもれき476回。476、はい、はい。宮崎さん、もうね、秋も深まってまいりましたが。あ、そうなんですか。はい。本当、今年の夏は、今年の夏も暑くて、大変でしたがね、今年ちょっと奮発して夏に買ったものがあるんですよ。奮発して夏に買った。はい、思い切って買っちゃいました。何を？魔法瓶。魔法瓶？うん。今までなかった。あ、水筒はあったけど、はあ、家になかった。ポットじゃない。魔法瓶ってあれでしょ。え、あので、沸かすやつ。沸かさない。沸かさないでしょ。ただ魔法瓶のポットジョロジョロジョロってやつでしょ、うん、あのラーメン屋とかにあるじゃん。あ、お冷や入れとかでしょ。そうそうそう。あ、そう。でちっちゃいやつ。 1.5 リットル入るやつ。 1.5 って結構でかいね。まあまあまあ大きめで、はあ、そこにひたすら氷を入れて、常に、そうですね、氷水を置いとくと。そういう水筒持ってないの？水筒は持ってる。家用に。家用にってこと？枕元とかに置いてるわけ？枕元に置かないけど、キッチンにね、リビングに、ダイニングに置いてありますけど、もう暑いから、水分はガブガブ飲みたい派なんです。ちびちびとかダメですね、うん、もうガブガブ、うん、それもキンキンに冷えた水がなおよし、ね、うん、で、冷蔵庫でね、麦茶とかね、うん、冷やしてても冷えるのと飲むのが追いつかないでしょ。で、そのペットボトルに半分水を入れて凍らせて、うん、でそこに水を入れてペットボトルの氷水もやってるんですけど、うんうん、あれもちょっと不衛生な面あるじゃない。あ、そうなんだ。だってペットボトル水垢とかさ、溜まったりとかさ。変えればいいじゃん。で、どん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 変えてもゴミになるから、うん、で、魔法瓶買ったんです。おいいね。なんでもっと早く気づかなかったんだろう。魔法瓶遅い、ね、うん、ホームセンターで悩んで、ティファールにするかタイガーにするかとか、なんかいろいろ検討して、もう我が家は氷水で夏を乗り切って、で氷の製造が追いつかないから、そうね、製氷皿3つ。ああ、そうですね。もうあの蓋付きのね、あの冷蔵庫買った時についてるのじゃなくて、そうですね、そう、もうそれでもう1日2回ぐらいローテーションで、あのちっちゃいやつだともうあっという間に溶けちゃうんで。そう、僕あの豆腐の空き箱に、空きバッグに水張っといて、ずっとこう結構ね、でかいですね、大きいのができる。それを2つぐらいに割るとこうずっとあのね、それね、あの牛乳パック、ああ、まあまあよくね、うん、でそれで1リットルの氷作って、うん、キャンプの時とかそうやって使ってましたけど、そうそうそう、でもそんなさ、豆腐のパックで氷作ったらこぼれたりずれたりしたら冷凍庫大変になりません？ああ、まあまあ下にね、まあだから本当寝る前に入れといて、もそっと置いてシュッて閉めといて、で朝になったらできてる。できてますね。そうそう、昼間ね、こう開け閉めが激しい時にやると絶対こぼれるんですけど。いかにこうキンキンに冷えた液体を飲むか。ね、この時期は命かけてますね。私たちはもうそうですよ。本当に前も言いましたが、腹下してでもいいから冷水飲みたいですね。飲みたい。はい。もう内臓なんか凝ってもいいですからね。とにかく冷たいなんですよ。ほんと昔生きられなかったでしょうね、うん。冷蔵庫がちゃんとなかった時代とかね。むった鍾乳洞の横とかに住むしかないじゃないですか。ああ、でもあれも物足りない。湧き水のなんか横っちょとかに。
まあ、修法堂とかにすれば水には困らないですね。流水のそばに住むしかないんじゃない我々は。ねえ、本当現代人でよかったなって思いますが、うん、今日はですね、なんじゃ今日は銅鐸。銅鐸、はい、弥生時代のあの銅鐸、ガラガラの、はい、はあ、これをちょっと今日はやっていこうと思います。昔銅鏡はやりましたけど、ああ鏡か、うん、はあ、今回はね銅鐸ですね。はい、参考にしますのはですね、うん、銅鐸、弥生時代の青銅器製作という本で、奈良県立橿原考古学研究所附属博物館が出した本、はい、まあ企画展の展示の本ですね、はい、はいはい、こちらを参考にさせていただきます。うん、なんか初めて銅鐸って知った時は、はあ、なんじゃこれって思いましたね。どういうこと？あれ小学校で歴史ってちょっと触れるじゃん、うん、その時に銅鐸の存在は知ったんだけど、はい、何使うものかまで教えてもらった記憶がないんですよ。はあ、中学校で、小学校の歴史みたいな、で銅鐸っていうのがあって、あ、でここに絵が描かれてて弥生時代の暮らしの様子がわかるだよっていうことしか記憶にないんですよ。はあ、まあ地域によるのかもしれない。まあ大体これ小学校ってこう地域史っていう感じになるやん、どうしても、はいはいはい、歴史だけど、まあ、その町の歴史とか、うんうん、そのやっぱりね時代のクローズアップするところっていうのがあるから、うん、まあ、それこそ銅鐸で有名な市町村だったらそういう話をするんでしょうね。うん、なんか銅鐸の町じゃないか、楽器なのかなぐらいの認識ですよね。でもそれすらなかったですね。まあ、形がね、釣り鐘みたいな金かなみたいな感じだよね。ただ知らなきゃね、青く錆びた、まあそうだよね、なんか銅でできたものなのかなぐらいでしかわからないんですが、はい、まあちょっとこの銅鐸ね、うん、いろんなパーツにちゃんと名前があります。銅鐸の部位の名前とかね、はい、はい、でまず、はい、なんだろう、メインになるところ、うん、メインになるところ、うん、これなんて言えばいいの、このでどういうこと、これ拓針って言うんだけど、また釣り鐘で考えたんじゃない、 あのぶら下がるところと上でぶら下げる穴のとこと、こう、うん、なんていうの、釣り鐘の型の部分ですな、はい、それを拓針、拓針、銅鐸の身体って書いて、うん、身やね、体身ね、はい、拓針、はい、でそれより上の本当に紐吊るすところ、釣り鐘で言えばこう上から穴開いてるところ、あ、そうですね、それを柱って言います、うん、この柱っていうのは銅鏡の時にも出てきましたね。柱って基本的に紐通す穴っていうか ね、どんなハンコと金印でも上に乗ってるの柱って言うんですね。あ、そうか、まあ、大体、はい、まあ、そうですね、うん、でその紐を通す穴を中鏡、うん、はい、はい、全体を中、はい、穴の部分をこう、はい、あの穴ですね、格子の格ですね、はいはい、でこう銅鐸の外側がこうビラビラって、うん、耳がついてますね、うん、耳っていうかこうあのヒレみたいなのがついてるね、はい、うん、これね食事、飾り耳って書いて食事って言う、それは違うよ、あ、それヒレでしょ、あ、食事はこの丸い渦巻きのやつだから、ヒレみたいなのがあって、がまさにこれがヒレですね。ヒレって言うんです。で、そのヒレに丸いのが、ちっちゃい丸がついてる。まあ、あるやつとないやつがあるけどね。うん、あるやつはこう、だいたい渦巻き模様みたいなのこう、ピッピッピッってついてるね。はい、これを食事、それを飾り耳です、ね。飾りの耳とか言って食事。はい、うん、で、拓針の方ね。はい、釣り鐘の、うん、体の方ね。はい。はい、ここね、もうこれ今回ちょっと勉強して初めて知ったんですが、うん、穴開いてんですね。大体開いてますよね。うん、この上の方にちょっと四角っぽい穴が開いていることが多いのかな。
まあ丸とか四角とかあるけどね、うん、四角が多いかな。これね、肩持ち穴で言います、うん、はい、肩っていうのはあの血液型の型に、大型の型ですね、はい、あの荷物を持つの持つに穴ですね、穴蔵の穴ですね、肩持ち穴、はい、で一番銅鐸の下のところも、うん、あの四角っぽい切り込みみたいなのとか穴が開いてたりします。釣り鐘の一番底の部分にこうさ、ね、うん、切り込みなんか切ったみたいな、うん、はい、これ肩持ち孔って言う、穴孔っていうしね、まあまあ穴とかへこみとか、うん、そんな感じですな、どちらも。であとですね、銅鐸はですね、うん、タクシーのとこにこう横にラインが走ってるのがあって、うん、これをですね突線、はあ、突線、突然の線、うん、で突線膨らんでるから、うん、そうですねって言うんですって。はいはい、はい、以上です、各部名称、うん、でこの銅鐸ですが、うん、弥生時代を象徴する青銅器で、そうやね、近畿地方を中心に500個ぐらい見つかってるそうです、うん、はい、で近畿地方に多いんですけど、西は佐賀県ぐらいでも出てきた、出てきてます、うんうん、で東は静岡、長野、福井、うん、この辺でも出ています、うん、中華500ぐらいしかないんだ、なんかもっとあるようなイメージがありますが、そうやね、そこまでうんまんすよな。しかもそんな綺麗にポロって出るわけじゃないでしょ、500っていうのは汚いのも込みで、まあ、破片とかも含めてでしょ、うん、500例見つかってる、500例だからね、こんな断片1個でも1個ってことでしょ、うん、もっといっぱいあるのかなと思ったら、埴輪なんかいっぱいあるじゃん、うん、まあね、うん、なんかそう思うと思ったより少ないんだなって思いますが、やっぱ近畿地方中心、まあ一般的にそう言いますね、青銅製のお祭りの道具、祭器、近畿を中心に銅鐸っていうのを使うんだよって授業とかでもやりますよね。あ、そうでした、うん、はい、ね、銅鐸は弥生時代前期、うん、紀元前800年頃ぐらいから出現して、うん、弥生時代との終わりとともに姿を消しちゃいます、うん、古墳時代には銅鐸ってない。そうやね、うん、古墳時代にはないね、うん、聞かないですよね、うん、で鏡なんかはまあ、うん、あれどっちかって古墳時代か、うん、まあそうやね、うん、副葬品といえばまあ鏡だよね、うん、銅鐸は埋葬されてるかないね。銅鐸を使う文化っていうのはまあなくなったんでしょうな、ねえ、うん、銅鐸ね、さっきもちょっと触れましたが、農耕祭祀、うん、まあ、農業の祭りに使用されたベル、うん、鐘ですね、はい、うん、で銅鐸の内側に棒を吊るし、うん、それを振る、うん、あるいは銅鐸そのものを持って振ることで音を鳴らすそうです。ああ、じゃあね、なんか叩いて鳴らすんじゃないの？そうですね。中にこう吊るすあれが棒があって、本当に、まあ、それが実際出土してる例があるんで、それをこう吊るしてこう振って鳴らすか、まあそのぶら下がってんのガラガラガラって、これを要は揺らして鳴らすん、本当にベルですね、音が。まあそうだよね、あれさ、楽器であるじゃんね、このベル、ドレミファソラシドのベルがでリン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 やるの、あるね、あれ綺麗だよね、あれ綺麗だよね、音色が好きなんですが、あ、そうですか、うん、はい、こういう使い方、棒を吊るして、普通の木の棒を吊るしてるって感じなのかね。まあそういう場合もあるしね、うん、まあ実は青銅でできたこういうとぶら下げるやつが出土してるっていう例もあるよ、ね、なるほど、うん、でこの銅鐸ですね、うん、昔から知られていて、うん、一番ね、最も古い記録は、うん、不走略記っていうね、天、っていう、これ平安時代の本？そうですね。
に記録が残っていて、ね、うん、天智7年、うん、西暦668年に、うん、滋賀県大津市、現在の滋賀県大津市の崇福寺の建設現場から発見されたっていう記録が残っています。なるほど。7世紀に昔のベルが出てきたよっていう記録が残ってる。で、この次に古い記録が、蜀日本紀。はい。で、これ、和道6年。うん。西暦713年7月6日に、うん、大和の国宇田郡の波坂号の人が長岡八千代の字でなんか見っけたみたいな記録が載ってるそうです。だからまあ飛鳥奈良時代から古いものが発掘されたよってことだね。今出るんですから当然その時点でもあったわけでしょうね。で、うん、この当時その飛鳥奈良時代の記録で見つかった銅鐸は現在は残っていません。消息不明、消えちゃいました、うん、はい。で、この銅鐸ですね、弥生時代してもね、長いですから、いろんな種、いくつかの種類があります。うん、で、ちょっとその種類を紹介しますね。はい、両冠中式っていうタイプで、これ、うん、弥生時代前期の頃の銅鐸だそうです。うん、断面がひし形の半冠状の柱を持ちます、うん、吊るすところ、そうですね、さっき言ったその柱というぶら下げるところをスパッて切るとその断面がひし形、ね、丸じゃないんだね、うん、ひし形になっていて、うん、で高さが20センチ前後の小型品が多いです、うん、で出雲、淡路、播磨、伊勢、越前、はい、美濃など結構広い範囲で見つかるそうですね。はい、うん、そ、両冠ってひし形の輪っかの冠ですね。はい、はい、環状線の冠の中の式ですね、はい、うん、これがまず一つ目、うん、で次がですね、外縁付き中式、うん、外の縁がついてる中紐通すとこのタイプですね、うん、これね弥生時代中期前半に多かったようです、うん、断面のひし形の部分の外側に扁平な装飾部分として外縁が加えた、まあ、外縁を加えた、あ、そうですね、うん、外縁 を加えた柱を持つものです、うん、輪っかのひし形のよ外に、さっきおまけがついてる、うん、ヒレがついてるから、そのあれだね、たい焼きの端っこみたいなのがついてるのね、あ、耳みたいな感じね、うん、そうそういうのが柱のとこにうん、つくようになりました、はい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 、で外側を外縁、うん、内側は内縁っていうそうです、うん、で高さがね 4-50cm 前後の中型の大きさが大きそうです、うん、ちょっとぼ大きくなったんですね、うん、前が 20cm 倍ぐらい一回り大きい感じかな、うん、はい、で3つ目、扁平中式、うん、両冠の外側の外縁を持つものだけでなく、うん、内側にも扁平な装飾部分が巡らされた、うん、さっきのやつは外側だけにビラってついてたのが、中の外側にだけヒレがあったのが、今度は内側にも、中の内側にもヒレ状のそろばんの玉みたいな感じな、こう断面をするとひし形の両方にこう
つからかしてるみたいな。ああ、うん、なるほどね。これね、これもやっぱ高さが4、50センチ前後の中型品が多いです。うんうん、これがね、扁平鋳式が弥生時代中期の後半が、うん、はい、このタイプが多いそうです。うん、で、もう一個、四つ目ですね。突扇鋳式。うん、扁平鋳の外周もしくは文様体の回線として普通の線を射出すよりずっと太く高い線を飾ったもの、うん、なんか飾りが多くなったのね。そう、扁平の部分の単なるこう線だけじゃなくて、それをもっと盛り上げてこう太い、こうもう意図的に装飾が、そう、さっきの扁平鋳の時代もその扁平の部分にこういろんな模様とか線はあったけども、うん、それは飾りの単なる線なんでしょ、うん、で突扇鋳はその縁に外円部についてるところにもっと盛り上げてこう、うん、モコモコモコって持ってる感がすごくなったんですね。そうそうそう、それがまあ意図的にこう盛り上げてある感じのやつってことだよね。でこの突扇鋳式は、うん、高さ60センチから100センチ、うん、もう1メートル級の銅鐸、でかいね、うん、これがね、弥生時代中期後半から後期後半まで、うん、もう弥生時代最後の時はこのでかいやつ、うん、で今4つ紹介しましたね、はい、両冠鋳式、外円付き鋳式、うん、扁平鋳式、うん、突扇鋳式、うん、で昔は菊、これベルだから、うん、聞いてもらう、うん、そういう役割が強かったんですが、だんだん時代とともに大きくなってきますね、うん、聞くより見る、うん、見てもらう銅鐸という役割に変わってたそうですね。うん、うん、だいたいこうね、教科書とかにもこうだいたい銅鐸の変遷っていうのがあると、うん、まあ、初期のやつは本当にまさにこう釣り鐘型のまた楽器なんでしょうね、うんうん、で後半になってくると夢で外側のヒレがドーンと大きくなって、ね、装飾性が高いっていうか、まあ、その実用性がだんだん失われていって、本来の実用性じゃない、逆にビジュアル重視、うん、なんか飾るものみたいな感じだよね。まあ、青銅の祭器ってみんな大体さ、矛とかでも、うん、初期の矛っていうのはこう本当に突き刺せる感じの武器だけど、うん、後半になってくるとほらこうなんていうの、なんか枝分かれちゃうよね、こうベローンってした見た目重視になるっていう、まあ、青銅祭器の大体共通した特徴ですよね、うん、はい。じゃあ水崎さんはこういう銅鐸作ってみたいと思いませんか？思いますよね。そうですね、はい、ぜひ作ってみたいですね。はい、じゃあ銅鐸を作ってみましょう。作り方です、うん、ね、2枚の鋳型を合わせる、うん、合わせ型とに中型を入れることで中空となる、うん、はい、いわゆる外からと、うん、ベルを作らないといけないから、うん、外枠だけにそこに銅を流し込んだらただ鉄の塊になっちゃいますから、中が空洞にしないといけないんで、はい、うん、中用の型と外用の型と用意します。大きさ違うわけね。パコッと2枚貝みたいな合わせたところにはめ込むやつがいるわけね、はいはい、で均等な厚みを保つために、うん、中型に型持ち、うん、突起をつけて、うん、突起をつけます。はい。なら、その、なんて、中型にちょっと出っ張ったとこをつけとくと、突っかかるじゃない。引っかかるじゃない。うん、そうすると、何にもなかったらスコーンってそこに外用の型に、まず最初に外型を作ってその中にまずギュッてまた粘土詰めるんでしょうよ、うん、でそれを一回取り出して
その厚みになるように表面を全部こうある程度一定で削るわけでしょ。その削るところにポツポツポツって削り残しとくと、そこその分がこう適宜な隙間が空くようになるわけです、うん、でそれが最初の穴のね、そうそうそう、あのさっき部長で紹介した肩持ち粉という形で、まあ、肩持ち粉とか肩持ち穴で残っちゃうわけね、うん、1個、うん、だから銅鐸、僕ね、うん、銅鐸って、うん、どうやって作ってたのか、うん、ずっと悩んでたのよ。ああそうなの、うん、どういうこと。だからその外側の型作るでしょ、合わせ型作るでしょ、うん、それ分かる、うん、でその鉄の銅の塊をほじくってベルみたいにするなんてことしないじゃん、うん、でも中の型を中型入れちゃうと、うん、どうやったら均等になるのか、うん、僕の頭ではイメージが湧かなくって、うん、どうやって作ってるんだろうってこの銅鐸の本を読むまで理解できなかったんですが、ちゃんと引っかかるようにうまいことなってんだね。そうせんとね、こう中子が偏っちゃうと分厚い部分とか、そうね、銅がね溶けて流れない部分ができちゃうんで、うん、均一な厚みになるようにこう要所要所に残してあると、ね、賢いね弥生の人もね、ケリーさんより賢いなってのは分かりますね。まあね、はい、でまあそこに溶けた銅を流し込みはいいんですが、うん、じゃあこの型ね、型ね、うん、この型ですけども石製、石でできてます、うん、これ石製の鋳型になって、はい、うん、業界質砂岩や砂岩、うん、はい、など柔らかい石で型を作ったもの、うんうん、がで作られてます。で表面が滑らかだけど、うん、文様とかの仕上がりが悪いんだって、うん、でカスが抜けにくいため、うん、なんか空洞とかも、あ、ガスが抜けにくいため、うん、なんかこう空洞、銅の中にね、うん、空洞とかができたりして、ね、うん、血管も多くなるそうです、うん、でちっちゃい銅鐸を作るには向いてる、うん、だってさ、うん、でもう一個が土製、土製ですね、はい、の鋳型もあって、これ粘土で直接作るタイプなんですって、うん、粘土をで型を作って焼いてしっかりしたものにしちゃうんだね、うん、文様は粘土製の方が土製の方がよく現れるし、うん、失敗も少ないそうです。で大きさも大小さまざまなものを作りやすい、うん、粘土だからね元が。でので多分最初の頃の銅鐸は石で型作ってたって感じなのかね。そうね、だまあそもそも石ですから、その石の大きさに制約されるよね、うん、どんなに大きいもの作りたいと思ってもそれだけの大きな石がないと作れないし、ね、出し取っていくのも大変だよね、うん、でまあ、そこに模様を刻んでも結局、ね、石削るだけやから、うん、どうしてもこう模様がボヤーンってなっちゃう、うんうん、その辺土やとこうキュッキュッキュッとこう模様が綺麗に出るし、ね、そのまんまですね、うん、はい、こんなことは銅版銅鐸、銅版銅鐸、はい、同じ型から作成されたもの、うん、複数品、複製品ですね。そうやね、うん、でこれはですね石製の鋳型には多くって、うん、現在ですね29組80個の銅鐸が確認されています、うん、はい、同じ型からそうそうそういくつも作ってる兄弟の、まあそうやね、銅鐸、うん、クローンが29組土はね結局1回入れちゃうと大体こう割れ、うん、取り出す時に割ってしまったりしますから、ね、うん、まあなかなかできないよね銅版っていうのは。で土製は
2組、うん、4個が確認されています、うん、で1つの方でいくつ複数されたか複数ね複製されたかっていうので最高ね現在 7個確認されて同じデザインで作られたものが7個、うん、でこれね神戸宝塚、うん大阪福井で出土しています、うん、でのっていうのが分かってて、うん、あと残りはどこから出てきたかはちょっと分かってないんですって、うん、まあでもこの関西圏でも福井まで行ってんだもんね、うん、はいこれなんで同伴同宅って分かるか知ってる？同じ絵だから同じ絵だけど同じ絵の違う鋳型かもしれない あそうか、うん、確かにどうやって分かったんですか？で、こう傷とかの位置なんだよね。そのまあ鋳型にちょっとしたな形は同じやけど削れてるちょっと削れたとことかがあるやつの同じ位置に同じ傷があるやつっていうのは柄が一緒でも、うん、要するに同じ鋳型で作ったってこと、ね、そんなのどうやって気づくの？暇だね言っちゃったよ。ずっと見つめてるってことでしょ？そうやな銅鐸を。まだ一個分かれば、まあ、大体見る場所決まってくるやん。ここに。まあね、まあね、まあ特徴的な傷だったらそうですね。まあ500個しか見っかってないんだから、まあ、まあ比べりゃ分かる、うん。まあ無限に調べるわけじゃないからね。まあ、まず見た目が違うやつは違うわけですね、うんうん。なるほどね。じゃあこの銅鐸自体は、うん、まあ500ぐらい見っかってあるわけですけど、鋳型。うんこれは要はどうやって作ってたか分かる証拠ですよね。これもやっぱね見つかるんですね、うん、1959年、60年ぐらい前ですね。兵庫県姫路市の那古山遺跡、うん、で石型の鋳型が発見されました。うん、でこの鋳型なんですけどね後の人が多分砥石に使ってたみたいで、一部がね摩耗してたそうです。業界があるんですからね。うん。それね、でもこれって歴史的ある意味発見だよね。銅鐸がどうやって作られてたか、輸入品だったかもしれないわけだからね。そうそうそうね、まず国内生産っていうのはそれでわかるわけですよね。はい、最後です。この銅鐸に描かれてる絵、これも日本史の授業で出てきますがね、うん、発見された銅鐸のうちですね、うん、絵が描かれてるのは 11% だそうです。あーそうなんだ。500個ぐらいだから50個ぐらい少ないんですね、うんうん、で銅鐸を用いた祭りに深く関連する内容だと考えられています、はい、で最も多く描かれているのが鹿、うん、動物の鹿ですね、うん、続いてサギ、うん、かなって思われる水鳥、うん、これが多いんですって、うん、で他にイノシシ、犬、うん、魚、クモ、うん、トンボなどの描かれてるのも分かっています、はい、で人間が描かれてるのもね、あるね授業で出た、うん、覚えてますがこれね、頭が丸だと男性、ああなるほどね、三角だと女性、本当に簡単な絵なんだけど、うん、丸は男で三角は女なんだって、うん、餅をついてるみたいな、そうですね、脱穀、米を脱穀してる臼で、ね、縦ぎねでついてはるのは三角の頭下ね。でもこれ二人男女じゃないの？これどっちも三角じゃない？あ、丸にも見えるけど、まあその狩りをしてる絵が丸だから、まあこれで多分男性っていうか丸だろうってことよね。なんか男女が争うような絵とかね、うん、なんかこうやってなんかこれで分けてたそうですって、うん、これ初めて知った。あ、そうですか、うん、何も考えずに適当に丸か三角にしてんのかなって思ったら、うん、よく見ると面白いんですね銅鐸も。まあ当時のねその生活の模様っていうのが、うん、その銅鐸の
図柄から、うん、どういう建物とかね、そのどういう男女の仕事の分担があったとかね、はい、当時の暮らしの様子が分かるんですね。数少ないそういうビジュアルで分かる資料ですからね、うん、あの銅鏡はあまりこういう絵じゃなくてもっと神秘的な動物とか、ね、うん、ちょっと違うから、うん、やっぱ、まあ、銅鏡って中国からね、うん、中国朝鮮から来たものですから、そう思うと、まあ、でも銅鐸って日本人が知ってて作ったの、思い浮かんで作ったのかな、うん、だからまあ最初は多分そういう、まあ、楽器とかそういう実用的なものとして入ってきたんでしょうな。でそれが独自にこう日本の中で発展していく中で、うん、そういう独特の形とか生まれていったんでしょうかね。でも本当この時代だけなんだね。ねえ、だまあケリーさんが言うように他の祭器に比べるとなんかもっとなんか身近なものやったような気がするね。そういう図柄のものがそのすごい神とかそんな感じじゃなくて、狩りの風景とか農耕の風景、もっと生活の中でなんか使う身近な祭器だったのかもしれない。日用品みたいなね。日用品まではないんでしょうけど、なんかその、ね、身近な、もう神々しくて全然遠い存在ではなかったのかもしれないですね。ねえ、奈良県の博物館とか行くといろいろ。うん、ゴロゴロ置いてありますので、うん、ぜひまた銅鐸も見てみましょう。他のやつって基本的にねビジュアルものの見るもんだけど、うん、やっぱり音楽器って音ってね、うん、音聞かせることで人を励ましたりとか、ね、気持ちよくしたりできるから、そう、ね、そういうなんか作業の時に鳴らしたりとかそういう身近なものだったのかもしれない。これ類推ですけど、まあ、この橿原考古学博物館にね、はあ、その現代作った銅鐸を試しに鳴らせるんですよ、うん、あるね、たまに。うるさいんですよ、まあ、あんまりいい音はしないよ、ね、ガーンって耳つくガランガランガランって感じで、ね、うん、あのうっせって思いますけど、うん、結構いい音しましたね、うん、うん、だからまあ本当元は楽器なんでしょ、楽器でしょう、ね、何、まあまあ原型は楽器だったんでしょうけど、うん、楽器なのか、まあ、本当に知らせる音のね、うん、なんか知らない、分かんないけどね、うん、まあぜひねまた銅鐸もチェックしてみましょう、まあ、関西の博物館に行きゃ絶対あるね。そうですね、歴史系の博物館ね、うん、はい、ぜひ皆さんも、ああ、これ夏休みの自由研究にいいと思いますね。いいか、はい、何を、いや、なんとなく、あ、そうですか、はい、じゃあお便りいきます。あ、おしまい、はい、はい、椿ライドさんからいただきました。はい、ケリーさん、みなずきさん、こんにちは。古くからあるお便りテーマに、あの時代に行ってみたあの人に会いたいがありますね、うん、で相当昔に送ったことがあるような気がします、うん、そこで今回はあの日に行ってみたいというのでお便りします。それは旧暦の元治元年、うん、6月5日、現在の暦で言うと1864年7月8日です。この日は池田屋事件の日。池田屋事件の現場は怖いので、池田屋に思いを馳せながら祇園祭りを楽しみたいと思います。それと翌朝、池田屋から引き上げてくる新選組を見てみたいですね。うん、動乱の時代の激しい現場も興味がありますが、生身で行くのは怖いですかね。といただきました。元治元年ね、元治元年ですか、はい、これ池田屋事件の日って祇園祭りやってんの、京都で。そう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 。へえ。じゃ祇園祭りの最中の夜に宵山の日かなんかでしょ、うん、あ、そんな楽しい時にこんな血玉が臭いことをしちゃったの、うん、まあまあまあ、そりゃそうでしょ。言ったらそれは向こう新選組じゃないや、うん、誰がこれ一何藩の人がやられるんだけど、長州、長州とか、まあまあ上位藩の人ですよね、うん、新選組によってちょっと浮かれてたのかな。いや、お祭りで、違うでしょ、なんだっけ、京都から天皇を奪い去って、うん、一発やっちゃおうっていう、
その作戦会議でしょ、うん、じゃあお祭りで浮かれてるような状態ではなかったですね。浮かれてるわけじゃないで、うん、でも飲んじゃおうぜとかさ上位派がほら京都から追っ払われて、うん、でちょっとなんとか巻き返さなあかんぞっていうんでちょっとなんかやろうかっていうんで、まあでもさ、うん、マジな作戦会議やったら部屋でやれやって話だから、うん、まあまあちょっとそれに向けて一杯飲みながら相談でもしませんみたいな感じなの、うんうん、こう好き疲れたんですな、うん、きっとな。うーん、これ今でこそさ、僕ら歴史の授業系でさ、うん、大河ドラマとかでさ、うん、知ってるけどさ、この当時池田屋でこんな事件がありましたって、どれぐらいの人が知れるもんなのかね。この池田屋ってどこにあるんだっけ？京都ですね。京都でしょ？三条大橋のちょっと東、西側か。じゃあ京都の人はなんか新選組がまた、いやいや、やっぱ一般的にはね、新選組が京都でメジャーになるっていうのは、うん、まあ、この事件がきっかけでって話なんで。いや京都の人はさ、うん、知ってて、うん、じゃあ岡山の人はとかさ、うーん、いや長野県の人はとかっていうのは、うん、どこまで知れたもんなんだろうね。河原版で回ってくるもんなのかしら。だってまあ今でこそ新選組がとか上位の人が後に長州薩摩でって話だけど、うん、当時から見れば要するにテロリストのアジトを警察が吸収して一網打尽にしましたよって話だから、うん、まあ大した事件じゃないじゃないよね。うん、ね、なんかそうやって作るとなんかロマンがないけど、まあそうでしょうけど ね、うん、ね、まあ、歴史的にはすごい大きな実は起点だったキロだったんだけど、当時の感覚からすればね、なんかやばい連中が池田屋に集まってて、それをなんか警察が捕まえて、まあいわゆる新選組って憲兵みたいなもんでしょ。今で言えばまあそうですね、警察組織憲兵とかとこたえみたいな、まあ、上位派は当時の幕府から見れば単なるテロリストですからね。ねえ、ねえ、見たい。なんかだって宿屋とかぐちゃぐちゃになるんでしょ。ぐちゃぐちゃだし、血まみれだし、だしね、うん、え、そういうのってさ、新選組さんはさ、まあ新選幕府側から見たらテロリストだから、まあやっつけても、うん、まあ筋が通ってるけど、で殺しちゃうわけでしょ。うん、まあそうやね。で、まあ、それ殺した人はどうするの？殺された人っていうのは、うん、新選組は片付けしないの？しないでしょ。じゃあ殺して帰っていくの？罪人ですからもう切り捨てて、でも片付けとかしないの？なんかしないでしょ。ちょっとだって今だってそうじゃん、火事だからって消すのは消防署がやってくれるけど、後片付けなんかしないでしょ。そうそうそう、事件だってそうでしょ。事件の現場検証が終わった後は、はいどうぞって終わりでしょ。うちなんか現車とさ、うん、車のさぶつかったとこに立ち会っちゃったことあってさ、うん、でおば現車に乗ってたおばあちゃん飛んじゃってさ、いっぱいの血じゃないけどやっぱ出ちゃったりしたんだよね。で救急車来るじゃん、うん、おばあちゃん乗せて行っちゃうだけなんだよね。そうそうそう、救急車の人、じゃあこのアスファルトについた血はって流したもんね、お水持ってきて、ね、まあまあ警察なんかでちょっと手慣れた人はまあちょっと水汲んできて本当に血だまりだけは鳴らすとかはやるけど、そのまま嫌だね、そのもうピッピピッピ飛んだんだとか、それこそね鉄道のその引いた引かれたなんかもその辺の肉片だなんだなんていうのも結局駅員がみんな拾うっていうしね、なんか多いじゃん。あのなんか最近ね、なんでねこう電車が止まったとか事故で止まったっていう情報ね、昔より増えたと思わない？うちね、なんでかなって考えてて、うん、絶対スマホのせいなのよ。だってその、はあ、僕もさよく使う鉄道会社のさキリサン鉄道のアプリ、うん、登録してるから、うん、普段乗らないなんとか線の、うん、あそこで人身事故で止まりましたとかさ、はあ、そういう知らなくてもいい情報がいっぱい入ってくるわけよ。地震もそうじゃん、毎日ってずっと24時間テレビ見てたら、ね、なんか見るけど見てないとことかさ、あ、そうなん、あそこで昼地震あったのみたいなことが今ないんだよ。こう全部見ちゃうから、それで今数が多いんじゃないかなって思ってんだけど、違うのかな。
まあ、昔はだってそもそも言わなかったでしょ、電車遅れたら今なんだなんてしばらくお待ちくださいって言って、知らない、昔はほったらかしだったけど、今ってすごい、まあ、客もなんかどうなってんだとか何があったんだってみんな聞くからさ、テレビまでさ駅に用意されててさ、そうそうそう、であれね、なんか分かりすぎてちょっと、まあね、まあ、そこまで知らなきゃいけないのかなって思うね、知ったらどうなんだ話なんだけどね、うん、でもこの時代はまだそこまで情報が発達してないから、うん、伝わりきらないわね、当事者関係者にはね、そうある程度早く広がっていくんでしょうけど、はい、ありがとうございます。はい、はい、おもれきではですね、リスナーの皆様からのお便りを募集しています。あの時代に行ってみたい、あの人に会いたい、おすすめの歴史漫画、歴史小説、大河ドラマなど、歴史ドラマや映画の思い出や感想、戦争の体験談などお便りテーマがあります。はい、番組へのお便りは E メールまたは Twitter のダイレクトメールでお送りください。メールアドレスはおもれき2013@gmail.comツイッターはひらがなでおもれきと検索してください、うん、ではまたポッドキャストでお会いいたしましょう。さようなら。さようなら。